皆さんこんにちは、滝沢克成でございます。プチ音楽理論講座、第2回目でございます。わー、前回のその予告通り、今回はスケールの話をさせていただこうかなと、思っております次第でございます。はい、そんな感じでござる。まあスケールっていう単語をね、皆様聞いたことがあると思うし、読んだことがあるしね、絶対知ってると思うんですよ。けれどもね、それをこの説明しろとかね、なんか教えてくれって言われたりとかするとね、なんだろうっていう感じになっちゃう、このモヤモヤの方も結構多いかと思うんです。けれどもこの動画見終わった後に、まあ、もし皆様が仮に友達とかに、ね、そういえば最近さ、なんかギター始めたんだけどさ、スケールって知ってる？教えてもらえる？って言われた時に、スケール2だな、こういうことだよみたいな感じで、ドヤ顔で、友達に教えられるようになっちゃうので、ぜひとも、まあ、最後までご覧いただけたら幸いでございます。よろしくお願いします。はい、スケールで、ちょっとそのスケールの話に入る前に2つほど前提の話をさせてくださいませ。そんな難しくないです。まず1つ目の前提としてはね、音名ですね。音名、音の名前、これをね、覚えてくださいませ。良ければちょっとメモとか、取っていただくのも良いかと思います。どういうことかと申しますと、皆さんも聞いたことがあるドレミファソラシという、音名。これ、ね、イタリア語なんですよ。イタリア語。イタリア語でのそれぞれのこの音の名前なんです。この音の名前はドレミファソラシっていう感じで、イタリア語。で、ドラムとか、まあ、ギターとか、ベースとか、こういう西洋音楽に関してはね、英語もすごいよく使うんですよ。なので、この英語の表記も必ず覚えてくださいませ。すっごい、もう、マストです。これは必須です。C, D, E, F, G, A, B っていう感じで。で、さらに C になってって感じでいくんですけども、イタリア語と英語、これはもう必ず覚えてください。で、できればそのイタリア語と英語がリンクできるといいですね。例えばその E と聞いたら頭の中にもミがパッと思い浮かぶ。G と聞いたらソがパッと思い浮かぶ。ドと聞いたら C がパッと思い浮かぶみたいな感じで。このイタリア語と英語はね、ほんともう同じぐらいのレベルで見れるような感じでリンクをさせていただけると、すごく嬉しいなと思っております。で、他にもですね、この、まあ、せいで A, F, G, A, H というドイツ語があったりとか、日本語もですね、ハニホ、へ、と、いろみたいな。なんか、小風が異端調とかあったりとかするじゃないですか。その異端調ってこのいです。なんかこう、都端調とか、都庁長とかね。なんかそういうのがあったりとかするんですけど、そのとだったりするんですが、このドイツ語と日本語あんま使わないんで、今回も取り上げませんし、皆様も覚えなくていいと思います。まあ、雑学程度にね、まあそういう音面もあるんだなと、思っていただければ、いいかと思います。とにかくこの英語とイタリア語、この二つがすごく大事でして、たまかつ、リンクさせること。すごく大事でございます。まあ、なかなか最初はね、慣れないと思うんですが、しっかりこの覚えていてくださいませ。よろしくお願いします。この音名がまず一つ目の、大前提。二つ目は、全音と半音という単語について。まあ、これも皆さんもね、少なからず単語自体は聞いたことがあると思いますし、なんとなくこのうっすらと知ってるかと思います。簡単に言うと、その全音っていうのは、スゴロクにおける二コマ進む。半音ってのはスゴロクにおける一コマ進むだと思っていただければ全然、問題ございません。例えばそのどの音、これ。ここがそのスタート地点です。で、ここから一コマ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 。これがその半音です。黒鍵、白鍵関係なく、もう順番にこの一個ずつ、一コマずつこのスゴロクを指定していけば、これはその半音の関係となります。で、全音の場合は2コマなので、ここから2コマ進むとなると、ここですね。これ2コマ。で、さらに2コマ進む。で、さらに2コマ進む。で、さらに2コマ進む。で、さらに2コマ。で、さらに2コマ。こんな感じでね、2コマ進むての、1コマ進むってのがあると思っていただければ OK です。で、ギターの場合はフレットで大丈夫です。例えば5弦の3フレット、これがスタート地点だとしましょう。ここから1コマ進むっていうのはここです。で、さらに1コマ、1コマ、1コマ、1コマ。で、2コマは2個、2個、2個、2個。進めば OK。これがそのいわゆる全音と半音って感じでございます。もう普通に全音は2コマ、半音は1コマって覚えちゃっても全然大丈夫です。で、なぜそのね、2コマが全音っていう言い方をするのかはまたこのまたちょっとマニアックな話になってしまうので、ちょっとそこは今回割愛しますが、こんな感じでございます。この2つの大前提の知識ぜひ覚えておいてくださいませ。それぞれイタリア語と英語の音名を覚える。そして2コマと1コマ、というスゴロコの数え方を覚えるというところでございます。
はい。これがその大前提の二つの話でございます。できましたでしょうか？うわー。次に行きます。本題。スケールとは何やろか？スケールとは。まあ、日本語で言うと、このスケールって音階のことなんですけども、まあ、平たく言うとその音階のことです。音階です。で、具体的に言うと、もうちょっと具体的に言うとすると、まあ、その法則があるわけなんですよね。方程式みたいな。なんかその数学とかであったじゃないですか。なんかこの X のところになんかの数字とか、なんとかを代入して、で、その後になんかこの方程式を当てはめると、この答えが出るみたいな感じで。それと全くような感じで、まあ、その基準があります。で、その基準に対してこの法則を当てはめます。で、その法則を当てはめて音を割り出すと、スケールが出来上がるっていうのが、そんな感じの考え方なんですよ。例えばですけども、スケールの一つと、スケールの一つとして、まあ、こういうね、C メジャースケールというものがあります。C、つまりド、から、メジャーという、この法則を使って、音階を作ってね、と。というような流れでわけでございますよ。なので、まあ、この音名に関しては、ま、さっき覚えたじゃないですか。この基準が D だったら、レが基準となり、E だったら、ミドが基準となり、G だったら、ソが基準となりっていう感じで、まあ、その基準の位置が、そのずれる。で、そのずれた上で、その基準のところから、この法則を使って音階を割り出せば、まあ、誰でも作れるっていう、そういう話なわけです。で、ここで、まあ、皆様はね、頭の中にハッと思い浮かぶのが、このメジャーっていう法則って何よって話じゃないですか。なので、このね、法則さえ覚えてしまえば、誰でもそのスケールっていうのをね、その理解できるし、作れるっていう、そういう話なわけですよ。で、ちょっとこのメジャーという法則のことについて考えていきましょう。超基本の法則です。この法則の考え方はまた2つあって、まず1つ目、インターバルで考えるやり方。インターバルで考えるやり方。本来そのスケールっていうとこっちで考えなければいけないので、まずここから行きましょう。ちょっとややこしいです。前回そのインターバルの話をしましたけども、この物差しを覚えてますでしょうか？ファースト、マイナーセカンド、メジャーセカンド、マイナーサード、メジャーサード。で、フォースがあって、フラットフィフス、フィフス、マイナーシックス、メジャーシックス、マイナーセブンス、メジャーセブンス。こんな感じの、インターバルの物差しがありました。で、このメジャーという法則に関しては、ファースト、メジャーセカンド、メジャーサード、フォース、フィフス、メジャーシックス、メジャーセブンスっていうのが決まってるんです。だから言ってみれば、この物差しの中の、この1の音を使いますよ。で、このメジャーセカンド、この音を使いますよ。で、メジャーサード、この音を使いますよ。フォース、この音を使いますよ。で、フィフス、この音を使いますよ。っていう感じで、このね、それぞれのこのインターバルから、このね、ピックアップをして、その使う音階っていうのをこの割り出していくわけなんです。そうなってくるとね、このマイナーセカンドとかマイナーサードとか使わずに、フラットフィフスとか使わずに、こういうこの音階が出てきて、で、この、C という、基準値、こう。ここを1と見立てて、この順番にこう弾いていくと、という音程が出てくるわけですね。これがそのいわゆるその C メジャースケールの正体といいますか、考え方でございます。どうでしょう？まあ、ちょっとこのインターバルをね、これを覚えるのが大変かもしれないんだけども、まあ、納得はできたかと思います。はあ、はあははあ、なるほどと。で、この、法則を覚えてならば、この基準の音が E になろうが F になろうが G になろうが、このね、インターバル、この距離感は全く変わらないので、このスタート地点を変えるだけで、例えばその E とか、とか、とか、っていう感じで、この、ね、いろんなメジャースケールを弾くことができるよっていう、そういうこの理屈なわけでございます。で、このインターバルで覚えてももちろんいいんだけれども、ちょっとこれだとね、ややこしいので、まず皆様にお勧めさせていただきたいのが、スゴロクです。スゴロク。スゴロク。なんだろう。スゴロク。スゴロクセオリーと見ましょうか。スゴロクセオリー。スゴロクセオリー。どういうことかと申しますと、まあ、この基準の位置があります。この位置から、この、ここから2マス進む。二マス進む、一マス進む、二マス進む、二マス進む、二マス進む、で、最後に一マス進んで一周っていう。これです。この2、2、1、2、2、2、1という考え方。
スタート地点から2マス、2マス、1マス、2マス、2マス、2マス、1マスで一周するよっていう。このスゴロクの考え方もですね、すごく簡単にできると思うんで、まず一旦ここで覚えてしまうのがいいのかなって感じがします。もちろんそうね、インターバル、これで覚えてもいいんだけども、とりあえずまあスゴロクでやってみると。そんな感じ考えるとね、スゴロクセオリーね、すごいめちゃくちゃ便利なんですよ。例えばそのギターをさ、ほら、持つじゃないですか。じゃあ6弦のこの2フレット、6弦の3フレットにしましょう。6弦の3フレット。ここから、これ G なんですけども、G の音から、じゃあ G メジャースケールを弾いてくださいって言われたときに、やっぱりこのインターバルでね、なんかメジャーセカンド、メジャーサード、フォースとか、フラットフィフス、ドーってやると大変だけども、スゴロクで考えれば簡単なんです。ここからじゃあ行きます。2マス、2マス、1マス。2マス、2マス、2マス、1マス。もうこれどこでも一緒。もうここでやるわ。2マス、2マス、1マス。2マス、2マス、2マス、1マス。221、2221のスゴロクをすれば、もう誰でもどっからでも必ずスケール、メジャースケールを弾くことができるっていうですね、超絶画期的な考え方なわけでございますよ。これ鍵盤とかでは全く一緒です。ここからじゃあ、2マス、2マス、1マス。2マス、2マス、2マス、1マス。ここからスタートしました。2マス、2マス、1マス。2マス、2マス、2マス、1マス。こんな感じ。どう？スゴロクで考えるとむちゃめちゃ簡単じゃない？こんな感じのノリでございます。わかっていただけましたでしょうか？スケールっていうのは、こういう法則のことでございます。で、その法則をね、かいつまんでめちゃめちゃ細かく説明すると、まず基準の音があって、で、このメジャーとかマイナーとかいろんな法則があるんですけども、法則を使って割り出した音階であるよと。で、ここでは例としてメジャーの、法則について、まあ、ご紹介させてきました。インターバルで考える方法とスゴロクで考える方法、二つあって、まあ、どっちも正解でございます。どっちで出してもいいです。で、出来上がった音としては、さっき弾いたドリームファソラシの音になるよっていう、こんな感じのノリなんでございますけども、いかがでしょうか。で、本当はそのね、法則は、メジャー以外にもマイナーとかペンタトニックとかいろいろあるんですけども、まずは一旦このメジャーにすごく慣れたいので、ちょっとこのメジャーのことをね、もう少し深く、理解をしていきましょう。ここでですね、一番最初に、言ってないか。これだ。ちょっと概要欄の方にですね、こういうプリントみたいなのをダウンロードできるようにしておりますので、もしプリンター用意できる方はですね、この用紙をプリントアウトしていただけるとすごく嬉しいなと思います。プリントアウトできなくても、まあ、自分でね、コピー用紙でも、画用紙でも、ノートでも何でもいいので、紙を用意して自分で線を書けば大丈夫なので、安心してくださいませ。では、どんな感じで、そのスケールを理解を深めていくかと申しますと、まず横線を6本引いてください。ちょっとギターの話でいきますけども、鍵盤の人、ピアノの人とかサックスの人とかでもですね、同じ図を書いて、やっていくとですね、同じようにスケールが理解できるので、俺ギターやってないんだけどなとか、私ギター関係ないんだけどと思っても、ちょっとやってみていただけたらすごく嬉しいなと思います。で、縦線を、まあ、均等にこうペアペアで弾いていくんですけども、ですね、12本くらい弾ければいいです。何本でもいいですけどもね、12本以上。13本。まあまあこんなもんかなと。で、この3マス目のところに3マス目、5マス目、7マス目、9マス目、12。3、5、7、9、12。で、15、17、19、21のところに、それぞれこのポジションというか、なんていうか、その数字を書いていただけると、嬉しいです。こんな感じがそれした準備です。でもしプリントアウトできる方いらっしゃったら、そのプリントアウトした、ここにもうすべて書いてあるので、このままで大丈夫でございます。では、ここから、いろんなこのね、音を書き込んでいって、メジャースケールの、C メジャースケールの表を皆様と一緒に作っていこうかと思っております。まず一つ目、ルートを書き込む。ルート。ルートを四角。ルートを四角で書き込む。このルートの四角。まあ、つまりその指板上のどの位置にその、C、このドがあるのかってことなんですけども、これはちょっとね、覚えないとダメなので、今も説明しちゃいます。ちょっとこれそのまま書き、これはまんないぞ。そのまま書き写してくださいませ。5弦の3フレットの1に四角。で、次、3弦の3フレットの1に四角。ちょっとこの見よう見まねで大丈夫です。で、その次、1弦のこの8フレットのところに四角。で、そのままガーッと降りてきて、この6弦のところに四角。で、この6弦から、
この斜めですね。今度はこの4弦の10フレットのところに四角。で、こっち側にガーッとずれて、2弦の1フレットのところに四角。もしその13フレット以降ある方はですね、この13のところにも四角があるので、ちょっと書き込んでみてください。とりあえずまあこんな感じで、四角。まあ、つまりその基準となるルートの音、書き込めました。おめでとうございます。わーで、その次、四角より上の音を丸で書き込む。この四角より上の音ですね。ここをそのスゴロク法則ですよ。221のスゴ、ああ、もう一個。21のこのスゴロク公式を使って丸を書き込んでいきましょう。こんな感じです。じゃあ、ここの3フレットいきます。ここから、2マス、2マス、1マス。2マス、2マス、終わり。6弦もいってみましょう。6弦のこの四角から、2マス、2マス、まあ、1マス。こんな感じ。4弦のこの位置は2マスで終わりですね。3弦のこの位置は2マス、2マス、1マス、2マス、みたらかんたら。2弦のここは2マス、2マス、1マス。2、2、2、1で1周。1弦も、まあこういう感じですね。まあ動画を止めながら、ゆっくりやってみてください。四角を書き込んで、その次はその四角を基準として、そのスゴロクを上にやっていくと。で、今度は、スゴロクをこの逆にするわけですね。四角より下へスゴロク。これを逆算していくわけでございます。6弦からいってみましょう。ここから、1マス、1マス戻る、1マス戻る、2マス戻る、2マス戻る、2マス戻る、1マス戻る。という感じで。戻るスゴロクをするってことですね。で、5弦の位置もここですね。1マス、2マス。この4弦とかも1マス、2マス、2マス、2マス、1マス、2マス。で、これも1、2、2。これは1。こんな感じで。四角より上にスゴロクをしたら、今度は四角から下にスゴロクをする。まあ、位置としては、右側をやって、左側をやると。まあ、音程はね、その高くなる方をやって、まあ、低くなる方をやるっていう感じなんですけども、まあこれ別にどっちでもいいです。別に順番ひっくり返してもいいので。とりあえずこんな感じで四角を書いて、まあ上と、下にこのそれぞれスゴロクをすれば、こんな感じのね、メジャースケールの図が完成するかと思います。いかがでしょうか。まあこんな塩梅で、ね、数えながら書いていけばですね、誰でもそのメジャースケールとか、まあメジャースケールに限らずそのスケール図を書けると思うんですよ。鍵盤の場合はね、ちょっとまたこの書き方が違ったりとかするんですけども、ちょっとまあね、ギターでお話をさせていただくと、こんな感じのノリでございます。いかがでしょうか？結構なんか、なるほどなっていう感じはしませんか？こんなとこです。で、僕今ね、その6本線書いて、ちょっと縦線書いてね、こう、わーっとこうね、スムーズ、スラスラと書いてますけども、まあちょっとね、皆様の方はですね、少し苦労するというか、ちょっと待ってよ、どういうことだ、どういうことだって感じになるかと思います。で、時間かかってもいいですし、間違えてもいいですし、なんか汚くなっちゃっても全然大丈夫です。ここですごいこの気をつけたいのが、このスケール図を書くことで、そのスケールの理解を深めたいわけなんですけれども、大事なことは、綺麗に書くんじゃなくて、繰り返し書くことなんですよ。なんで、こういう図をね、そのノートとかにこう綺麗に書こうとするとね、やっぱ皆様はこうね、定規を使ったりとかさ、このね、長さを等間隔にしたりとかって、まあ綺麗に書こうとすることは別に悪いことじゃないんだけども、どっちかっていうとね、その数の方が大事なので、本当もこういうね、ペラ用紙とかにですね、こう何回も何回も書いて、少なくとも10回ぐらい書くとですね、もう全然間違えずに、で、なおかつ、結構スムーズに、で、なおかつ結構美しく書けたりとかするので、一回で綺麗に書こうとするんじゃなくて、汚くてもいいから10回書く。繰り返し、やるっていうふうに思っていただけると、すごく良いかなと思います。綺麗に書くとか、書くことが目的じゃないです。どっちかというと繰り返すことが大事です。そっちの方が、よりそう、メジャーのスケールに関して、まあ、理解を深めることができるという。そんな感じでございます。いかがでしょうか。まあ結構わかるかと思うんですけど、本当ですかね。もしわかんない方いらっしゃったら、コメントの方にわかんねえよーみたいな感じで、残していただけると嬉しいなと思います。こんな感じです。では、これが、まあそのメジャーという法則なわけですけれども、まあ先ほどお伝えした通り、その法則にはですね、まあいくつかこの種類があるわけでございます。まあめちゃくちゃ細かいところ行くとですね、本当に20種類30種類とかのまあそのスケールが存在するわけなんですけれども、でもぶっちゃけ
なんだろうな、結構その、いや、使わないっしょっていうマニアックなスケールもあったりとかするんですけれども、とりあえずあの、初心者の段階はですね、二つ。メジャースケール。あ、いや、ちょっとスケールやめよう。メジャーと、メジャーペンタ。この二つだけ覚えてしまえば、全然 OK です。これとこれ超大事。で、他に少しプラスアルファで覚えた方がいいものとしては、マイナースケールと、マイナーペンタというスケールでございます。はい。ちょっとそれぞれかいつまんで説明していきましょうか。ちょっと待って。ちょっと書き直すね。メジャーで、マイナーで、メジャーペンタとマイナーペンタ。まずメジャーペンタ、メジャースケールです。メジャースケール。先ほど言ったように、そのインターバルで考えるとすると、ファースト、メジャー、セカンド、メジャー、サード、フォース、フィフス、メジャー、シックス、メジャー、セブンスです。で、スゴロクだと、2-2-1、2-2-2-1と、なります。で、マイナースケールをちょっと書いてみると、まあ、もう興味があったらちょっと書き写してみてください。ファーストがあって、メジャー、セカンドがあって、マイナー、サード。で、フォース、フィフスがあって、マイナー、シックスに、マイナー、セブンスという感じです。で、スゴロクだと、2-1-2-2-1-2-2。こんな感じです。で、メジャーペンタは、ファーストがあって、メジャーセカンド、メジャーサード、で、フォースがなくて、フィフスになって、メジャーシックスがあって、終わるという感じです。なんで、この見比べてみるとね、この4と7がないっていう感じなんですよね。よくその、ヨナ抜き音階とか言ったりとかするんですけども。まあ、4度と7度がない、やつでございます。で、これをスゴロクすると、2-2-3-2-3という感じになります。スゴロクだと。で、次、マイナーペンタ行きましょう。マイナーペンタは、ファーストがあって、嘘だ。ファーストがあって、マイナーサードですね。ファーストがあって、マイナーサード。で、フォース、フィフスがあって、マイナー、セブンスがあるという感じです。こっちと比べると、セカンドと、シックスが、ないという、そんな感じのスケールですね。で、これを、スゴロクでいくとすると、3-2-2-3-2 と、なります。はい。で、先ほど言ったのが、これとこれを覚えれば十分という話をさせていただきました。なぜかと申しますと、どうしようかな。ちょっとそれぞれのそのスケールね、図を書いても別にいいんですけどね、先ほど、覚えた、その、ね、スケール図の書き方で、その四角でルートを決めたら、あとはね、その、スコロクを押せれば OK っていうので全部書けると思うんで、ちょっと活用します。ちょっと皆様の方でやってみてくださいませ。このマイナーとメジャー、なんかその、一見その、全然違うように見えるんですけどもね、よーく見てみるとね、むちゃくちゃ共通してるんですよ。むちゃくちゃ共通してるんです。どういうふうに共通してるかっていうと、ここ、とここ。この、青いところからスゴロクをすると全部一緒なんですよ。2-1-2-2-1-2-2っていう感じで。わかります?青いところ、ここを基準としてそれぞれスゴロクをすると2-1-2-2-1-2-2って感じで同じじゃないですか。だから言ってみたら、このメジャースケールっていうのはそのマイナーの、違う逆だ。マイナースケールっていうのはそのメジャーのここの位置からスゴロクをすれば、作れるスケールっていう感じなんです。だからこのね、メジャースケールの中にそのマイナースケールもこのインクルードされてるよっていう、そういうノリなわけでございますよ。で、こっちのマイナー、ペンタトニックの方に行ってみても、こことここからスタートすれば、これも共通してるんです。3-2-2-3-2ということで。だから、メジャースケールさえ覚えてしまえば、マイナースケールを新たに覚えなくても、メジャーのこの位置からスタートすればいいんだよ。この位置からスタートすればいいんだよっていうのを覚えておけば、
共通というか、なんていうか、応用が効くというのは、そんな感じのノリなわけでございますよ。これがまあ、その僕が言う、このマイナーは特別に覚えなくてもいいよ、マイナーペンタは特別に覚えなくてもいいよっていう、そんな感じの考え方でございます。このそれぞれのメジャースケールとメジャーペンタをまあ、応用効かせるっていう形で、いろいろとこのスケールの幅を広げていただければなというところでございます。いかがでしょうか。とりあえずまあ、こんなところでしょうか。他のスケールとしてはですね、なんかこの、イオニアンとかフリージアンとかミクソリディアンとかあったりとか、オルタードとかコンディミとか、まあいろんな法則はたくさんあるんですけども、まあ普通にギターを弾く分にはその辺あんまり使わないですし、今のところ初心者の段階、まあ皆様が初心者として、初心者の段階でその覚えなくても全然問題ないようなものばかりなんですよ。とりあえずまあ基本的な、まあそのスケールの基本的な考え方、プラスメジャーとペンタ、これをまずしっかり覚える。で、これらができるとですね、もう基礎的な、もう、知識というか、その基礎力みたいなのがしっかり固まるので、まあ新しくね、違うスケールを覚えてきてもね、すごいこうね、ストンと簡単に、すぐ、秒で、理解できるようになるかと思います。いろんなことを覚えたいっていう気持ちもすごく大事なんですけども、まずは基本を固める。ちゅうことで、このメジャーと、まあ、メジャーペンタを覚えて、スケールとは何なのか、ということを、覚えていただけると嬉しいなと思っております。はい、以上でございます。これがまあその今回のそのスケールって何やろかという話でございます。いかがだったでしょうか。まあ話を予約しますと、スケールとは何か。まあ日本語で言うとその音階のことです。で、もうちょっとかいつまんでいくとすると、まあ C、メジャー、スケールみたいな感じで、基準の音と法則があるんですよね。で、その基準の音から法則を使ってバババッと割り出せば、そのね、どんなスケール、音階も作り出すことができるというような、そんな感じでした。なので、この法則さえ覚えてしまえば、まあ、いろんなスケールが作れて便利だよね。うふふってな感じの、そんな感じの話でございます。いかがだったでしょうか。以上、まあ、今回の動画とさせていただこうかなと思っております。もし何かね、追加のご質問とかあれば、また補足動画を作ったりとかもすると思いますので、よければバシバシとコメントいただけると幸いでございます。よろしくお願いします。それではまただいぶ、長くなりましたね。はい。まあ、いつもの決まりですね。だいぶ長くなりましたけども、また違うところでお会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら、グッバイ。じゃあね。